今になって過去のダーナ編、最後は漂流村かい。もう今更それはないわ。そうね、解放されたし、その一番ふざけたあのウーラだってもう引っ込んじゃったし、あら、心当たりある？ありゃ、心当たりあるんだ。あー、わかった。多分、ヒモロギのない、植えてない時の、過去のダーナ編行くことになるってことかな。だからシャットアウトされてないんだ。わかった。まだある！っていうか、あれ以上のことがまだある。ふう、じゃあ、流れ的にさ、このまま、行った方が一番いいな。行こっか。これはね、メインストーリーじゃないから、クエストが終わることはないだろう。あの時から3ヶ月後。やめてくれ、もそういうの見せないでほしい。城の追憶。ここは滑りやすくなっております。お足元にお気をつけください。ラステル、お前無事だったんだ。目、ありがとうラステル。それにしてもお前目どうした？王都周辺がこれほどの霊気に包まれているなんて。あの時の怪我かな。はい、留守にしていた3ヶ月で一段と寒冷化が進んだようですね。3ヶ月間留守。この様子だとここも時期に王宮に避難しているみんなが無事だといいのですが。そうですね、先を急ぎましょう。今のはどうされました？いえ、誰かに見られているような気配がしたのですが。収まったようですが、気配が吹雪にかき消されてしまいましたね。なんか見違えたね、ラステル。眼帯のせいとかじゃなくて、雰囲気さらにガラッと変わった気がする。目目次第もありません。ううん、気にしないでください。こういうところは本当にドランそっくりだな。それにしてもあの気配どこかで。それにしても冷えますね。リホーグに守られているとはいえ、この霊気はお体に触ります。とにかく王宮へ、オルガ様のところへ参りましょう。ええ、うわ、あの時の曲流れとるよ。
かなり参ってんな、みんな。さすがにここまで来たらさ、ソーネ求めるってことできないね。で、シア、怪我治ったんか。これまだあれ続きあったか、多分エタニア人が全滅する以前のあれだね。あ、エタニア人そんな弱点があったんだ。もうなんか、もうあの木ちょっと趣味悪いね。弱点を明確に狙ってくるなんて。うん。そうか、多分この人、大樹の真実を知ってるな。噂で聞いたのか、多分当人たちから聞き出したのか。反感抱いてる人もいんな。元書記官。え？え？この人市場でさ、ダーナのために背が伸びやすくなるかもしれないミルク取り寄せてくれた人でしょ？ちょっと。ミラさん。この人か。分かってるね、この人も。多分この人も大樹の真実知ってんな。マジか。寺院の人間は無事かな？あ、ここにも、ここにはいたわ。アンシャって。オドさん？え？ちょっと、マジで。
アトラ、いるんだ。きついんだけど。だってもうこれ何したって無駄なんでしょ。強いなあ子供って。これはですが、保管庫の食料もそう多くはありませんぞ。かつて女王の指示で蓄えたものも底をつきそうです。このままでは無事に冬を越せるかどうか。そもそもこの冬に終わりなど来るのでしょうか。この人理術師だよね。気づいてる。ダーナ様も最近はもう予知ができないと聞きました。噂通り力を失っているのなら、私は彼女を指導者としては。それだけで指導者の器を決めるのは違うぞ。おい、ダーナ様は体を張って北方の視察へ向かったのだ。たとえ力を失ったとしても立派なお一人違いないだろうが。そういうことではなく、私は、うん、お主らやめぬか。我々が争って何になる。食料のことだが、寺院で収穫したバレー書を地下に保存してある。後ほど動ける者に声をかけてここへ運び入れるとしよう。食料はまだ大丈夫か。おお、なんと、さすがはオルガ殿ですな。早速手配いたしましょう。それと外区に残っている市民がどうしているか心配だ。あ、まだいるの。もう一度見回ってここへ避難するよう呼びかけてほしい。そうでしたな。この様子では次の寒波をしのげるかどうか、今のうちに行ってまいりましょう。ああ、それぞれよろしく頼むぞ。よし、じゃあ話しかけようか。あ、理術師じゃなかった。もう姿が似てるから勘違いしちゃうよ。俺がよくぞご無事で。まったく、北方諸国を回ると言ってボートを飛び出すと驚いたぞ。目的何だった。ごめんね。まあいいだろう。それで北の様子はどうだったのだ。それなんだけど、場所を変えた方が良さそうだな。ラステル、外いて寒くない？そうか。北方諸国は。うん。やっぱり北へ行くほど寒さが厳しくなっているかな。うん。そうなるとやはり南かな。エタニア人が生き残っているのはこのオート以南に限定されるな。そうかもしれない。生き残った竜士たちもどんどん南へ移動しているみたいだった。少しでもあったかい方向に。頑張って生きてくれるといいんだけど。南方諸国はもともとあまり裕福な土地ではないが、希望はあるはずだ。それより問題は我々自身がどうすべきかだが、我々自身がどうすべきか、これからの方針って感じ。オルガちゃん、みんなでオートを出て南方諸国の人たちと合流しよう。ここにある物資を送り込んで助け合うことができれば。やれやれ、相変わらずお前は大胆なことを考えるな。それじゃダメなの。まあ
今回ばかりはそう言うだろうと予測していたが、それじゃ確かにお前の意見は一理ある。だが今回ばかりは少し考えさせてもらえないか。ダメな。え、予知の力を失ったなどと噂されてはいるが、ダーナ、お前見えているのだろう。ならばなおさら私に時間をもらえないだろうか。明日の朝またここで話をしよう。オルガちゃん、すまないが今日はそろそろ失礼させてもらう。まだ日のあるうちにやらねばならぬことがあってな。ダーラ様。ラステル、お話は終わったようですね。オルガ様は何と。あいつの思うちょっとやり方があるみたい。オルガが言ってたさ、そのダーナが見えてる未来って多分エタニア人全滅だと思うんだよね。全滅の未来が分かってる上で違うこと模索しようとしてる感じ。ええ、それが明日まで考えておくそうです。そうでしたか。オルガ様も王都出身ですから思うところがあるのでしょうか。でもそうなると準備はいかがいたしましょう。ああ、さっきの南へ行こうっていう、それはやっといた方がいいんじゃない。私も覚悟を決めなきゃ。ダーナ様、何でもありません。準備は手はず通り進めてください。わかりました。それでは一旦失礼して手配してまいります。ダーナ様も王宮に戻られますか。私はちょっと街を散歩してから戻ります。え、今からですか。お供をいたしましょうか。ううん、大丈夫です。ちょっとした気分転換ですから。わかりました。くれぐれもお気をつけください。おてんぱルーティンか。精神保つには必要だよな、おてんぱルーティン。ちょっと戻ってまたマラソンないか。もう最悪の体重。いろいろあったね。当初はさ、これがふざけたことをやってると思いもしなかったもんな。え？この声って、イオか？あ、そうだね。なんか平気そうだな。ニコ様やっほー。平気そうだね、お前。まあもうこいつの正体もある程度は行き着いてんだけど、まだ確証も確信もないからさ、出てきた情報たったの1個だけなんだよね。まあいいや、あのパート飛ばして見てきた人も多分いらっしゃるでしょうから、念のため
ヨウの正体掴んでるとこまで話そうとすると、ウリアヌスが拾った山賊の娘じゃないかって考察してます。以上。で、あのモノレスに対して結構意味深な表情を抱くこともあったからさ、まあ、そういう結論に至ってんだけど、確証も確信もないにも等しい情報なんだよね。約束？もう一度会うっていう？そうか、このパートでも聖堂行くことになりそうだね。イオちゃん、思えばいつもあの子と出会うのは、まあ聖堂だね。じゃあ多分空いてるんだよね。先にちょっとあっち行こう。そう、確かこれがね、マラソンの漏れもありそうだな。あー、やっぱりそうなんだ。あ、ごめんなさい。いろんな意見分かれてんな、これ。そっか。オルガとダーナの考えてることちょっと分かったかも。オルガ多分、王都に残るつもりだな。で、ダーナは多分、南の方へ行こうと。行きたい人と残ってる人をそれぞれ分けて、それぞれ自分のやりたいことを、民衆と一緒に導く、やっていくっていう感じか。無事な余地だったら、全員が無事な余地だったらさ、多分、オルガもダーナの意見に従ったと思うんだけど、滅ぶ余地を見ちゃって、で、オルガもそれお見通しだったみたいだから、王都に残るものと、南に行くものと、分けようとして、それを導くものとして、ダーナとオルガ別れようっていう、そんな考えになってんのか。おそらくそんな状態だよな。起きたよ。母さんってば。これ。そうか、棺か。ここダンジョンで行ったな。ここも。あ！お父さん！
鼻か、あるかね。探そっか。そうだな。ほんのちょっぴりでも報われれば。瓦礫の後ろ？おう！すげえ、奇跡じゃん！凍りついた花。持って帰ろう持って帰ろう。持ってきたよ。どうだ。ああ、いいね。あの人も亡くなったんだ。ちょっと、最後くらい話したかったけどな。片付いちゃったね。さて、マラソン更新されてないか今一度確認した後、イオのところへ向かおう。思うところ、人それぞれあるのは当然だな。旦那様、助けて、助けてよ。大樹にお祈りをしなきゃね。食い物は、何か食い物はないのか。イベントちょっとクリアしただけなのに。なんか正気と反対を行き来してるね。うん、まあでも言うたって逃げ場はないよ。決めて、自分のやりたいように。まあこんな時でもこういう関係なれるのいいね。
あー、王宮の前にいた人か。デセシル。お母さん大丈夫？謝る対象、もう一人いらっしゃいますが。ここで戻れそうだな。よし。